送っています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。北澤さん、この試合ゴールマウスにはオーバーターンが待ち構えています。いや気合十分ですよね。やっぱりオーラが違いますからね、はい、ちょっと怖いぐらいですよね。そうですね、闘志が全身にみなぎっているようです。苦しい時こそ一番後ろから選手を鼓舞してくれますからね、うん、チームにとって大きな柱になるプレイヤーですよね。そうですよね、この試合でも魂のこもったセービングを見せてくれることでしょう。田中、森島へ、裏を狙う、抜ければチャンス。立田、小川、菅江、ニコラ・パロワからカルレス・ペレス、このパスが抜ける、打っていった。小川、サイドのスペースへ走らせる、ふわっとしたボール、アウト、目できた。頭で見事に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。先制ゴールが決まりました。1対0、1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。抜けるか、裏のスペースを狙う、ローカ、バサーノからテレス、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ここクリアで難を逃れます。チャンスが続く、2本目のコーナー、これはつながりませんでした。森島、長いボール縦へ、ここは通しませんと、ボールは長いボールを送ります。杉岡、スナックから長いボール縦へ、前半終了です。15分間のブレークの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、先制してハーフを迎えました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。前半終わって1対0、リードで折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。ホーム側としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、ふわっと裏を狙う、ハビ・マルティネスからのパスは通りませんでした。森島、菅、本日1アシストです。
カルレス・ペレス、ミゲル・マナス、ボール入るか、ミゲル・マナスからカルレス・ペレス、裏へ出るか、ちょっと伸びてしまいました。このボールに触ります。町田、菅江、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残り時間の使い方ですかね。もう1点取りに行くっていう選択肢もあってもいいと思いますけどもね。廊下、さあ左サイドへ、小川、スピナッツォール、ここは一旦バックパス、カルレス・ペレス、レバンドフスキ、小川、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。裏のスペースを狙う、スルーパス、カルレス・ペレスからレバンドフスキー、田中、一旦戻します。町田、菅江、小川、遠藤へ、いけるか、アビマルティネス、これを奪います。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。バッサーノ、縦へのボール、町田、組み立て直します。ホーム側としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。自分で行く、前線へ長いボール、ここで笛です。1対0、1点差で勝利、かろうじて勝ちました。前半のゴールは